フィットア寮転移事件はそこに住む人々に平等に襲いかかり、そして平等に奪い去った。みんな必死に生きようとした。でも生き延びることが叶わなかった人が大勢いる。ただ生きるだけのことがここまで大変だったなんて夢にも思っていなかった。でも僕は